そう、ちなみにね、このタイトルでも、これでも書いてたと思うけど、いろんな表情ができるようになりまして、ことたまパパさんがいろいろとやってくださってね。あ、ということで、で、じゃあ、いろいろあるってね、順番にこう、見せていくで、こう、いきます。まず、まず、なんかいろいろあってね。いきますよ。まず、これを、よいしょ、こうして。まあ、笑顔。これ、別に自分が、これはでも勝手に自動で、わらわが笑うと、なるの。んで、まあ、これは、その次が、これで。なんでそんな意地悪言うのじゃ。これが、泣き顔。んで、次は、そんなことばっかり言うと、怒るぞ。これが怒った顔。ほんで、これが、やったこれプラスね、確かこうやる、こうだったかな。こうやって、わあやっちまったー、寝坊したー、二度寝してしまったのじゃーっていう。こうやって、はぁーひひひってなるし。から、まあ、これから、これ。煮込み。へへ。これ。で、それから、どうだったこれ。この後。たこ焼きだーへへへへ。へへへっていう。かきらきらめね。んで、そのな、ちょっと聞いてほしいことがあるんだけど、わらをな、その好きじゃん。でこういう。こういう感じ。こういうやつね。これが赤面してでしょ。んで、これさっきやった。嘘じゃん。そんなに怖いなんて、わらわ。知らんかったんだけど、怖っ。はぁ。それでも、はぁ、もうダメじゃん。はぁ、もうダメじゃん。はぁ、ってなったり、あとはこれに、こうすると、これも、顔でかくした方がよかったな。どうして？どうしてその子の方が、いいの？私がこんなに好きなのに、そんな風に言う口
私なんてもういらないよね。こうやってヤンデレみたいになる。ヤンデレ。はい、これ、はい、ね、目の光が消えてしまっているね。もうこうやりながら、なんかこうしてこうすると、ああ、好き、あなたのこと大好き。でこんな複雑な表情ができるようになった。あなたのこと好きで好きでたまらない。そう、こんな感じ。こうね、青ざめながら頬を染めてるっていう、こういう感じね。こんな感じかな。あとはどこやったら、こうやったらカバンがね出てきたりとか、カバンね、今ちょっとちびクリア出てる、出さなきゃいけなかったな。ちびクリアがあるとね、大きくするとちびクリアまで連動して大きくなっちゃって、そうなんだよね。はい、ヤンデレ好きなのか。こうやってね、いろんな表情ができるようになった。青ざめてないやん、あれもできんな。こうやって、例えば、もうこれで普通に、あ、これじゃない。ちょっと、こうで、例えば。はぁ、大好きだよ。あなたのこと、好きでたまらないの。これ、青ざめてないやんでるね。こういう感じ。デレデレアンデレっぽい感じ。なんかいっぱい来てるの。恐怖のあまりメンバーに入ってしまった。ありがとう。もう話さないからね。